そんなペン持ってたっけ。あ、これ最近買ってん。また買ったん。そんなシャーペン何本もいる。いや、これはマジでかっこいいからな。まあ、そうなんや。俺からしたらもったいないと思うけどな。おー、高橋いつも通りクルトガ使ってんな。あれ、田中 S20 持ってたんや。え、待って、宮下野原工芸使ってるやん。持ってたんや。なあ、今度 S30 出るん知ってる？あ、それな、パイロット S シリーズの最高峰モデルやろ。そう、パイロットオートマックが廃盤になったし、オートマチック機構搭載やねんて。すげえ、じゃあ自動診断士機構付きの機軸か。そう、オレンズネロ ×S20 イコール S30 的な感じ？間違い、ナイトプールやな。よっしゃー、テスト終わった。さあ、テストも終わったことやし、ちょっと新しい文房具買いに行きたいな。よし、学校帰りロフト行こう。いやー、ついに念願のオレンズネロ 0.5mm 購入してきたな。よし、 YouTube でレビュー動画調べようっと。うわ、オレンズネロのレビュー動画めっちゃあるやん。よし、今から全部見よう。よし、テスト期間も終わったことやし、ちょっと新しい筆箱の中身でも考えるか。どうしようかな。まあ、オレンズネロ 0.5mm せっかく買ったしな。これは絶対に入れよう。ほんで、野原工芸入れたいけどな。壁子スペシャルもいいな。あ、壁子スペシャルいいな。でもこうなってくると黒統一にしたいみたいな出てくるな。どうしよう。迷うな。